リーだが、仕事かい、それとも喧嘩かい。時は天明七年、先の日の輪の国での大乱と時を同じくして老中田沼意次が失脚、新たに老中の任に就いた松平定信により官制の改革が執り行われた。しかし各地の飢饉や大火、打ち壊しによる混乱は消滅を極め、悪鬼邪気ともいえる暗雲は今や日の本全土を大湾としていた。日の本から遥か遠く離れた島で船工房を営むダーリーであったが、とある夜何者かの手によって建造中の船が無残にも破壊されてしまう。事件の夜、仮面をかぶった奇妙な大男が彼女の工房にいたという話、そして外国行きの船に見慣れぬ大男がいたことを聞いたダーリーは、その男にけじめをつけさせるため大海原へと旅立つのであった。三方ヶ原。私を呼んだのはお前。ダーリーダガーバーサス四季、いざ尋常に一本目勝負。こっちだ。勝者ダーリーダガー、そのまま寝てな。二本目勝負。それ上だ。そりゃ行って船の上だ。私こう見えても強いんでね。どんな事情があれ武器を向けたんだ。全力で叩き潰させてもらったよ。ガレオン戦場。正義が俺を呼んでいる。さあ行くぜパピー。ダーリーダガーバーサスガルフォード、いざ尋常に一本目勝負。こっちだ。っキャッチキャッチ、それさあやっブレナーやっ
な。このまま寝てな。2本目勝負。いやチョイス。ぶねえな。こっちだ。キャッチホー、キャッチエンドシティ。こう見えても強いんでね。てめえ、犬をそんな乱暴に扱うなよ。まあ、あうん、かわいいね。外流島牛の国。冬海に身を尽くしても我ゆかん。切る。ダーリーダガーバーサス立花右京。いざ尋常に一本目勝負。こっちだ。キャッチ。ぶねえな。キャッチエンドシリーズ。こっちだ。ササミ。それ。やっほー。勝者ダーリーダガー。そのまま寝てな。2本目勝負。出やら行くぜ。行くぜ。ぶねえな。いい感じだぞ。飛べ！スモーラ！決まりだ！本気で行くぜ！よし！よし！ぶねえな！よし！勝者ダーリーダガー。あたし、こう見えても強いんでね。あの世を渡る船に迷わず乗るんだよ。あの悲しや、あの苦しや、憎しみ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 。うずき。これよりは抗議の任。
若輩者はここまでにいたせい。ダーリーダガー VS 柳生十兵衛、いざ尋常に一本目勝負。このまま寝てな。二本目勝負。そんなにもがいたところで勝てねえもんは勝てねえよ。カムイコタン。カムイの戦士の名にかけてこの先には行かせません。ダーリーダガー VS ナコルル、いざ尋常に一本目勝負。えそれぶねえな、こっちだ。それでやっほーやっほおれ行くぜ。飛べだが、あいにく素でも専門でね。二本目勝負。それ。本気で行くぜ。だが、あたし、こう見えても強いんでね。弱い者いじめは趣味じゃねえんだけどな。洛中三門前。邪魔をするつもりかい？なら、その首を狩るだけさ。ダーリーダガー VS 首切りバサラ、いざ尋常に一本目勝負。俺こっちだ。
て。勝者ダーリーダガー。そのまま寝てな。2本目勝負。そこか。ぶねえな。行くぜ。飛べ。それ。こっちだ。よいしょ。よいしょ。こっちだ。ここさ。こっちだ。いや、行けばないさ。本気で行くぜ。勝負あり。勝者ダーリーダガー。あたしこう見えても強いんでね。あの世を渡る船に迷わず乗るんだよ。最初はわずかな影響でしかなかった。これが明らかに不自然と認識できた頃、その暗い怨念は最悪となり、日の本全土を急速に飲み込んでいった。芝居小屋。ここで出会ったのも何かの縁。わしの舞、とくとその身に刻み込め。ダーリーダガー VS 千両京四郎。いざ尋常に一本目勝負。よいしょ。こっち。やっほー。こっち。よっ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 。行くぜ。飛べ。ほれ。ほれ。よいしょ。ふっ。ほら。ふっ。あっ。よっ。ぶねえな。こっちだ。よっ。ぶねえな。ふっ。飛べ。そのまま寝てな。二本目勝負。どれどれ。どれ。それ。それ。これ。で。この京四郎、甘くはないわ。最終戦、勝負。よれ、やっほー。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 勝者ダーリーダガー。よっしゃ、飲むか。相手
で見て喧嘩売れってんだ。グリーンヘル。やっと見つけたぜ、仮面の大男。何が目的かは知らねえが、あたしらの船を壊したのが運の尽きだ。落とし前つけさせてもらうぜ。船、違う、俺そんなことしてない。お前信じてくれないのか。それなら戦うのみ。ダーリーダガー VS タムタム、いざ尋常に一本目勝負。そのまま寝てな。二本目勝負。パグナ、やっぱりじゃ。ぶねえな。ぶっ飛べ。そうだ。ぶねえな。そうだ。やっぱり。勝者ダーリーダガー。あたしこう見えても強いんでね。さーて落とし前よって、うわ、なんだ仮面が勝手に。おい、どこ行くんだよ。待ちやがれ。なればいい。静か千年桜。苦しい、こんな価値のない滅びよ、何もかも。随分好き勝手言ってくれるじゃねえか。滅ぼすってんなら黙って見てるわけにはいかねえ。殺してでもあんたを止めてやる。ダーリーダガー VS 静か御前、いざ尋常に一本目勝負。
ーリーダガー。そのまま寝てな。許せない、この世が、そなたが憎い。
私は何をしているの？どうして忘れていたのかしら。辛く苦しいこともあったけど、幸せな思い出もたくさんあったわ。あなたが私を苦しみから解放してくれたのですね。ありがとう。これでやっと向こう側へ行けます。しずやしず、しずのおだまき繰り返し、昔を今になすよしもがな。戦いを終えたダーリーが最初に目にしたのは、一面を覆うかのように咲き乱れる淡い色をした美しい花の海であった。暖かい春の風の中で彼女は晴れやかに笑う。船を壊した犯人こそ見つからなかったものの、より価値のある光景を目にすることができた。ダーリーは仲間たちが待つ故郷へと足を向ける。工房では妹分たちがダーリーの帰りを待っていた。もう一度作り上げられた船の傍らで彼女らを一人ずつ抱きしめた後、ダーリーはいつものように工具を担ぎ上げる。一度ノコギリの音が鳴ると、たちまち工房には日常が舞い戻った。今までの遅れを取り戻すべく彼女たちは昼夜奮闘するのであった。ダーリーが戻って数ヶ月、ついに進水式の日が訪れた。島中の住人が集まる中、彼女は仮面の大男の姿に気づく。刹那、彼女たちの胸にあの日の怒りが湧き上がった。屈強な乙女たちの手によって男はたちまち捕らえられる。後にこの出来事を語った者曰く、ダーリーのけじめは三日三晩続き、男の悲鳴はいつまでも島中に響いていたという。好きなように生きて、バカみたいにもがく、それが楽しいのさ。そうだろう？